はいどうも、こんばんは、こじきんです。今日もまあいろいろとニュースがございやしたね。まあ目立ったところからいくと、鹿島大岩監督が退任でございますね。いやー、皆さんはこれはどう取りますか？まあでもあれですよね、監督ってやっぱ長期になってしまうばしまうほどちょっとグダグダになってしまうというかね、そこから、まあ、マンネリ化してしまう傾向にあるんで、3年、2017年の夏ぐらいからだっけ、まあこのぐらいでスパッとやめた方がちょうどいいのかもしれないですね。もう成績で言ったら別に悪くはない成績だったんですけどね、大岩監督、むしろ最近の鹿島割と戦力がこう整ってるというか、若手にこれから伸びそうな選手がたくさんいるみたいな状態だったんで、その中ではまあこの順位、そして ACL、まあタイトルはね、なかなか取れませんでしたけども、ACL 獲得など、まあ成績残しましたが、まあ、一新しようっていう考え方ですね。さすが、厳しいです。鹿島アントラーズ。上昇軍団。はい。あとは、熊本ね、6選手も契約満了しましたね。いや結構ね、有名どころが契約満了になったなって思って、村上、三島、八久保、畑、中山、佐野、結構有名どころですね。三島なんてね、なんか数年前ならほんと J2 の点取り屋ってイメージがありましたけど、ポストプレイヤーでね、八久保もいい選手だよな。結構そうだと中山とかもね。いやほんと。そう、中山なんて、確か、ずっと熊本の選手じゃなかったっけ、ね、結構チーム愛あるような選手かなっていうか、サポーターからも愛されてるような選手だと思ってたんですけど、契約満了と。熊本もまたね、監督が、渋谷監督変わるようで、こっからどうなっていくか。で、あとは、引退のところでいくと、群馬の久木田が引退。まあ、東大 J リーガーでしたよね。ねえ、松本とか岡山とか行って、お疲れ様でした。はい。あと、サムネにこれ書き合わせてたけど、エスパルスの増田。ね、アントラーズとかにいた増田が引退と。これもお疲れ様でした。ね、イケメンだよね、マスター。はい。あとはね、契約満了で言うと、高崎。いや、もう、反町体制をもう完全に消す感じですね。岩上といい、高崎といい、飯田といい。もう、反町の色をすべて消すような感じで。ね、高崎欲しいクラブはたくさんあるでしょう。あと、契約満了で言うと、町のね、今年、ギラバンズに、レンタルしていた町の、ね、フォワードの選手で、結構シーズン終盤とか点取ってるイメージあったんだよな。北九州からも、これは契約満了ってことなのかな。ねえ、まだめちゃめちゃ若い選手ですし、伸びしろすんげえあるんで、完全移籍で勝ち取りたいところだと思うんですけどね。ねえ、これはどうなんだろう。どっか他のチームに行くのか。はい。まあ、あとは、あと、モンテディオ、酒井が契約満了か。ねえ、日本代表になんか一瞬呼ばれた酒井。まあ、どっか拾うチームがあるか。相模原は末吉と伊藤大輔契約満了。末吉も契約満了か。まあ、岡山、じゃね、福岡をね、2010年、昇格させた立役者といっても、まあ、間違いではない。過言ではない選手ですよね。あとは、J リーグ間の移籍で言うと、カターレ富山の松原ゆうき。カターレ富山に、パルセイロから来た松原ゆうき。ディフェンダーの選手ですね。まあ、古巣に帰ってきたっていう形で、まあ、サポーターとしては嬉しいんじゃないですかね、こういうの。あとは、契約更新とかで言うと、ベガルタが長沢と島を待って契約更新。まあ、朝の情報通りですね。
と制限とかは作田、広い稽古シーン、うん、まあ目立ったところで言うとそんな感じかな。まああと噂レベルの話でいくと、細貝がタイに行くかみたいな噂がありつつこれ本当に噂でしかないけど、田中パウロが神戸ってなりますね。なんかインスタフォローしてるのと、あと昔ね岐阜にいたあの金髪のね、なんかブルーの鈴木、鈴木ブルーのなんか神戸、でも冗談かなって思いますけどね。あらな、あら冗談だと思うけどね。なんか神戸移籍すんのとかコメント欄に書いてたっていう、リブ欄わかんないけど、うん、まあ、てなとこですね。あ、あざした。